ますね。はい、ですね、ネットでですね、ミキシーでですね、ドライビング新種のですね、レポートをしていただきます、オープンのですね、メンバーのマヒメさんです。よろしくお願いします。はい、じゃあこれをですね、マイクをお渡しします。はい、じゃあですね、こんにちは。こんにちは。ですね、マヒメさんは、はい、どちらからいらっしゃったんですか。奈良から来ました。今日は。あ、そうですか。今日来られたんですか。そうですね、昨日の晩出て。あ、そうですか。あ、そうですか。この、この車ですよね。はい。はい、これは、マーチの、オープンカーということでいいんでしょうか。はい、イギリス名マイクラ、正式にはマイクラ C プラス C と言います。あ、そうですか。はい、すみません、これはグラストップのオープンということで、はい、そうですね、あれなんですけど、ちょっと見せていただけません。はい。はい、わお。おお。2つに折りたたみやってんですね。そうですね。かわいいカーブですね。早い。早い。今日全体で22秒となってます。22秒。はい、じゃああれですね、信号待ちの時にサッとできますね。そうですね、実際に信号待ちで開けたことあります。開けたことあります、はい、すごい。これは何年車なんでしょうか。何年の、2007年に1500台限定で輸入された分です。1500台限定、はい、あ、そうですか。へえ。じゃあちょっと中も見せてくださいね。はい、はい、これはですね、グラストップですね。はい、天井まで全部ガラスに。うわ、明るくていいですね、こことね。はい、一応ね、シェードがついてて、はい、あ、なるほど、なるほど。なってます。あ、全然眩しくなくてですね、はい、あ、なるほど、なるほど。これは後ろにももう2人乗れるんですよね。はい、一応4人乗りになってますね。あ、そうですか。で、こちらがコックピットと、はい、いうことですね。ちょっと奈良から長旅をしてきましたね。はい、はい、あれなんですか、何のための。このトノカバーがセンサーになってまして、あ、このトノカバーがこの閉まってる状態でないと屋根が開かないようになってます。あ、なるほど、なるほど、はい、じゃあ変な荷物があるのに屋根を開けちゃったみたいな。はい、荷物が潰れることもないです。そうですね、はい、屋根が壊れちゃうみたいなところもありますもんね。はい、はい、だからこのカバーよりも下に荷物を置きなさいっていうことなんですよね。はい、そういうことですね。でもこの下でも十分な荷物スペースがあるので、かなりの量の荷物は積むことができます。あらま、あ、本当だ、はい、すごい量あるんですね。屋根を収納した状態でも普通のマーチよりの、マーチより多い収納スペースですね。このカゴなんかこう普通の大きさのカゴですもんね。はい、なるほど。オープンカーのここって結構収納スペースが狭いんですけど。そうですね、十分ですねこれね、はい、なるほど、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ舞姫さん、まあ、姫さん、ぜひですね、はい、いろんな面白い車をですね、今日レポートしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。